僕が18歳の時に母親に東京に連れてこられて、うん、母親は上野で女性寮に入って、僕はそこで置いてけぼりにあって、うん、でそのまま池袋でホームレスっていう形です。ちなみに、動画見ました？見ました。どうでした？いや、様々な意見があって、はい、自分でもそうだなって思うところいっぱいありました。ああ傷ついた反面、その勇気づけられた場面もあります。そうですよね。結構応援的な、ね、メッセージもたくさん来てましたもんね。はい、動画上げてすぐぐらいに SY さんから DM 来たじゃないですか。青柳さんも動画は大丈夫ですっておっしゃってて、あの動画が気に入らなかったですかみたいなのを聞いたら、その理由って思ったのが、コメント見てたら僕よりアッシュさんの方が求められてるみたいで実際コメント欄にそう書いてあったんです。それ傷ついたんですか？結構、まあそのそうですね、皆さん気になってらっしゃるのに、はい、僕が出てすいませんみたいな。いや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 、全然そんなことないです、大丈夫です。動画を見て感想もらってもいいですか？そんな世の中甘くないんだなって思います。優しい意見ばかりじゃないんだなと思います。18歳だったら自立できる年だったんですけど、うん、まあ、ホームレスっていう選択肢を選んで甘えてた部分もあったのかなと思います。まあ、確かに、まあ、18歳ってもう捨てられたって年じゃないよねっていうコメントは多く来てましたよね。はい、捨てられたんじゃなくて、その自立しなさいとは受け取れられなかったのかっていうコメントを見たときに、ああ確かに18歳だったら自立してもおかしくはないなって思いました。施設でした、ね、養護施設。あ、児童養護施設だったんですか？はい。あ、そうなんだ。え、お母さんも？お母さんは同じ宮崎県にはいたんですけど、一緒には暮らしてないです。その母親にも母親の病気があって、はい、僕のなんていうか面倒っていうか生活を一緒にできないって、その宮崎の行政のいわゆる児童相談所の方が判断して、まあ、児童相談所に入り、それから養護施設に入ってたんですけど、僕もともと宮崎にはいたんですけど、生まれは兵庫県なんですよ。うん、で阪神淡路大震災が起きて1歳の時に横浜市に移住してるんですよ。で横浜市で、まあ、養護施設に入り、母親の虐待 でお母さん虐待も受けてた。そうです、そうです。で病院からの通報で児童相談所に行って保護されたんです。ちなみにそれ何歳ぐらいの時ですか？その時が、小学校3年生。え、生まれてすぐってお父さんいらっしゃらなかったんですか？はいないです。うん、はい、でお母さん不倫相手だったんで、不倫相手と、はい、お母さんの間に生まれたのが SY さん。はい、で宮崎に行くことになったのは、宮崎に行くことになったのは小学校4年生ですね。なんで宮崎に行こうとなったの？その母親が一回引き取ると言って、その横浜市の児童養護施設に迎えに来たんですよ。はい、だったら男性が一緒にいて、この人と一緒に宮崎で暮らすからっていう話を受けて、はい、で宮崎に連れて帰られたんですけど、はい、すぐ宮崎でまた児童相談所に入ることになって、だから母親と一緒にいたっていう期間は生まれて小学校2年生まで。宮崎に行ってからもお母さんの虐待は続いたんですか？そうです、すごかった。お酒飲んだ時がすごくて、まあ、普
トン叩きで顔を叩かれて眼底出血、もう目が真っ赤っかになっちゃって、でそれで病院行ったら虐待されてるんじゃないのって病院の先生に言われて、でその時母親横にいたんですけど、助けてください、助けを求めて、でそしたら児童相談所。高校は出てないんですか？高校中退です。なんで中退したんですか？いじめにあったんです。どんぐらい行ってたんですか？高校1年生の1学期の終わりまでしか行ってないんですよ。結構壮絶ないじめだったんですか？壮絶、僕の中では壮絶でしたね。サンドバッグって言われてたんで、高校の生、だからサンドバッグ代わりに肩殴らせるって言われたりとか、そういう扱いを受けたとか、養護施設、高校中退するまで入ってたんですけど、もう中退したら施設には入れないんで、自宅に戻ることになるじゃないですか。自宅に戻っても、その母親からは相手にされないんです。母親もはその男性と一緒にずっといたんで、僕の面倒なんか見れないんで、僕はそうですね、配管工の手伝いだったりとか、寿司屋の裏方の食器洗いだったりとか、そういうのをやって日々過ごしてましたね。で、ある日お母さんに東京に行くから、友人に会うで、はい、まあついてきてって言われて、なんで急にそれ言うの変だなと思わなかったですか？思いましたけど、まさか、上野で捨てられるとは思わなかったんで。ちなみに、はい、どうやって来たんですか？乗り物は。飛行機ですね。母親がお金出して飛行機行きました。でその行きがけってお母さんどんな話したの？無言です。飛行機の中でも一言も喋んない。上野で駅まで連れてこられて、ちょっとここで待ってて、そしたら戻ってくることはなかった。どれぐらい待ってたんですか？その時は3時間半弱待ってました。めちゃくちゃ僕も気になったんですけど、さすがにちょっと失礼かなと思って聞けなくて、はい、でもコメントでやっぱ一番多かったのが、そうなんでこんなに体大きいのっていうのがやっぱ多かったんですよね。でなんかその理由って聞かせていただくことできますか？まず一つの大きな原因としては、統合失調症から来る水依存症、水分を通常の人よりか取りすぎちゃって、いわゆる水太り、ご飯食えない分水飲むことが多くて、はい、コメント欄にも1日3000キロカロリー以上取ってるんじゃないかとか書いてあったんですけど、実際取ってないです。水太りって言われる。でもこれでも痩せた方なんですよ。ちょくちょく仕事とか行政の支援を受けてる時はもっと体重あったんで。何キロぐらいあったんですか、一番マックス？まあ、柔道やってたこともあって、柔道やってたんですか？はい、130キロぐらいはありました。で、今何キロぐらい？今は、この間測った時が90キロ、はい、まあ、これでもまだ太いって言われるんですけど。柔道強かったんですか？いや、そんな強くないです。にでも格闘技やってる感じに見えないですよね、優しい感じがするから。よく言われるんですけど、唯一その自分の身を守るあれとして柔道だけやってます。このホームレスの生活しててその柔道の技使わないといけないような場面には遭遇しないですか？ぽいことはちょくちょくあったんですけど、例えばそのやっぱりホームレスやってると絡まれることが多くて、絡まれて、はい、手出された時に、はい、相手の手首ねじ上げたりとか、それで自分で、その相手はホームレスじゃないんですよ。違います、一般の人、その向こうからやってきたんで。なんて言われてたんですか？なんか乞食って言われて、で相手の方もお酒入ってたんで、いやごめんなさい、僕こういう生活しかできないんですって言ったら、開き直ってんじゃねえよって言われて、でそれで襟首掴まれて、うん、壁に押し付けられたんで、その手首ひねって、トラウマなんですよ、手出されるの。そのやっぱお母さんの、まあ、虐待の件もありましたけど、うん、その
手を挙げられるのは人って嫌じゃないですか。もちろんもちろん。青柳さんにお願いがあって、はあはあ、どうしても僕母親と会いたくて、もしあのよかったら一緒に探していただけないかなと思いまして。お母さん会いたいんですか。会いたいです。やっぱりその10年以上会ってないんですけど、うん、今どこで何しててちゃんと元気で暮らしてるのかが気になっちゃって、うん、まあ、探したりとかしたんですけど、最後に別れたのが台東区なんで、台東区役所に行きまして、うん、母親のことを聞いたんですよ。区役所で聞いたんですか。はいはい、女性専用の寮、生活保護を受けるために家がない女性が一時的に泊まる宿泊所みたいなところがありまして、うん、そこに入ったっていうのは聞きました。それは役場で教えてもらえたんですか。そこまでしか教えてくれない。女性っていうのはいろいろやっぱりDV 受けたりとか逃げてきてらっしゃる方がいらっしゃるんで、だから施設の場所とかを教えてくれなかったんですよ。そこにどこの施設に入ってたのかって聞いたら、やっぱ女性はそういう理由、いろんな理由があるんで教えられませんって言われて、でもそこに入ってたのは確かですって言われました。本当すいません、お母さんなのにこういうことを言って本当申し訳ないですけど、ずっと虐待受けてるじゃないですか。施設で育って最後は捨てられたっていう感じじゃないですか。もう正直ですけど、それでも会いたいと思う理由が分からなくて、まあ、産んでくれた母親なんで僕のことを、まあ、僕にとって唯一の肉親の一人なんです。だから何されても何があっても母親には会いたい。会って元気だったらもうそれで僕は満足。元気で暮らしてるっていうことさえ分かれば僕はそれで満足です。分かりました。じゃあ一緒に探しましょう。お願いします。お母さん、まあ、この動画を見てできれば連絡をくれれば一番いいじゃないですか。じゃないと、まあ、僕探偵ではないので何をどうすればいいかっていうのは一応調べてはおきますけど、はい、一旦お母さんから連絡が来るかどうかをちょっとだけ待ってみましょうか。はい、でひょっとしたら周りの方が あんたじゃないって言ってくれる可能性あると思うんで、すっげえこれでコメント待ちましょう。はい、お願いします。でその間に僕ちょっと今まで人探しっていうのをやったことがないので、はい、こういう場合どうやって探すのかっていうのをちょっと僕も調べてみますので、はい、お願いします。お母さん、この動画見てたら連絡してほしいです。上野で会ったことは何とも気にしてないです。ただ元気で暮らしてるかそれが気になってます。もしよかったら連絡ください。声が聞きたいです。お願いします。ちょっとこみ上げちゃいました。あんまり人前では泣かないようにはしてないけど、ちょっとうるってきちゃいます。もし SI 君のお母さんこれ見てたら、アットホームチャンネルのメール、はい、貼ってるんで、そこに連絡ください。お願いします。お願いします。もう大丈夫ですか。気持ち落ち着きました。はい、泣いてないですか。大丈夫です。大丈夫、はい、笑ってくださいよ。じゃあ、はい、それでも恥ずかしながら生きたい。
情けなくてそんな日でも心に背は向けないね立ち向かえ不安だらけそんな夜いでも一人生きて生きて思い出して